踊るんじゃーのディスコはちょっと置いといて。どうもコンソメパンチ木村です。どうもみーちゃんです。どうもミラーボールマンです。はい、ということで、はい、第5週目おっと月曜日、もう1ヶ月経ちましたよ。1ヶ月経ったんや。経つ経つよ。経つんか。9月になりましたね。計算上経ったね。5週目ですから。うん、もう8月から始まって9月ですけども、うん、夏も終わりましたしね。終わった。終わりましたよ。なんか最近秋雨前線がちょっと来てたみたいよ。秋雨前線？なんか雨がさ、ちょっと降ったりしてたやん。雨多くなかった？雨多かった。なんかそれが台風の影響かって言われてたけど、うん、実はその台風に巻き込まれた秋雨前線、うん、巻き込まれるとかある来てたって隠れてたんや、うん、あ、実はおったよってこと。そうそうそう。なるほどね。秋雨前線が来たら秋なん。なんか秋の雨って書くし、秋雨、秋なんちゃうあんま分かってないけど、あの字のごとくってことね。電車の中でおじさんが言ってたのをそのまま今言ってる確かに、おじさんっていろいろ情報教えてくれるからな教えてくれる電車会話からもそうやし、そうそう、面白いよな。新聞のおっさんが見てない方の面とかもそうやし。あ、確かにね。あ、新聞な。うん、確かにね。でもおっさんがこの間うどん屋さん行ったらさ、こう、なんか字見えへんって言ってて新聞読めるみたいな話してて、うん、でおばあちゃんも隣おって、うん、いや私読めへんみたいな、目悪いからみたいな。あーで、なるほどね。もう一人のおっちゃんが、うん、俺も最近もメガネ卒業者でっつって、ほう、もう手術したからっつって、レーシック、その白内障かなんか緑内障か分からんけど、目の病気で手術したら、うん、治った。見えるようになったんや。そう、だからとことん悪くなるまで置いといても大丈夫もう足ももう眼鏡なくて原付き乗れるからっつって医学に頼り切ってんねや極論や。先生は治してくれるっつって先生頼り治る余地あったからよかったけどね。うん、あったけどね。いやでもね、年取ってますからねキムに目悪かったよな。俺めっちゃ悪いで。なんかそれやのに全然眼鏡かけへんよな。いやでも思うねんけど、うん、ほらあのなんか C マークあるやんか、目の検査、うんうん、あれも全然分からんけど、うん、なんかこうこっちかなって思ったらさ、うん、だんだんぼやけ出たんがくっきりしてこへん。あー、思ってみたらね思い込みの力ってこと。うん、なんか俺メガネ屋さん行って、うんうんうん、その検査した時に、うん、視力分かんないですみたいな、うん、これ外してこれ当たるのが分かんないですみたいな。で俺も結構頭の中で見えへんけど、うん、もしこれが上やったとしたらって思って考えて見てたら謎解きみたいにやってる。そうそう、ピントが合う時はね、こうピッて。へえー、それはあったと錯覚してるのか合ってるのか、どちら合ってたらね。だから測れないっすっていうおそらくこれやと思うんでこれかけてみてくださ い、 みたいな。それで眼鏡がないってことかな。いや眼鏡あんねんけど一応、うん、でもうちも前あの視力検査さ、このなんかやる機械であるやん、うん、目つけてくださいっつって、はいはい、あれの目のフレーム厚すぎてさ、うん、くっつけれへんくてこうめっちゃ何も見えへんくていやいやくっつけたらええやん。くっつけ厚すぎてその周りが。あ、厚、あ、温度的にってこと。そう、厚って感じで、うんうん、もう全然でかいやつとかも分からへんくてさ、ピンタワーへんくて。え、ゆいやそれ。視力めっちゃ悪なっちゃった。え、ゆいってだから結果がなんで言わんやん。コンタクトつけてんのに 0.3 とかやった。ゆいやそれ悲しかった。ここ暑いのにみーちゃんは冷めてたんや。あ、ごとっちです。なんか久しぶりすぎてどう反応したらいいか。いや、久しぶりやと思ってるだけで結構言うてるから。ラジオにあるまじき無言やったもんな、うちら。うん、ちょっとね。はい、ということでね、お便りが、うん、おぉほんまに見れてないんですよ。なんで怖いもん。あ、なるほど、怖いから見れてないの。行くの、そう。そんなことある。受け取り方も怖いし。でも今、お便りを募集しだしたんが2週目とか、うん、そやね、2週目ぐらいかな、うん、もうさすがに、いつ来ててほしい。うんうん、なんかあのね、何人かこっそりお便り送るよとか言ってくれたりとか。え、ほんまに来てますよ。え、それはなんなん。え、なんかお便り送ったよって。恩着せがましいやつやな。何それ。やめた、ここは言い方よ。ここは今日聞いてなかったらいいな。いや、聞いてなかったらいいな。いやだ、恥ずかしいなとか怖いなって言うから。あ、そっかそっか。もうちゃんと事前にも送ってるからねって教えてくれたんだ。ちゃんと言ってくれたらいいよって。まあでもじゃあまとめて今度読もう。お便り会作ろう、うん、お便り会ちゃんとしよう、うん、どうする、
数えきれへんぐらい来てた。めっちゃいいやん。このみーちゃんの頭にこう5つずつこうバーってばらまいてあげたの。もうあれよ、月から金まで全部お便り公開よ。それはそれで面白いけど楽しみやな。楽しみやね。じゃあお便りはどっかでパンチが、はい、僕が回収してもらいましょう。はい、楽しみにということで。え、今日はここまで、ここまで、あっ